5月2日木曜日朝5時39分のホームポイントはオフショアでうねりがないことはないという程度ですね。まあ、今日もほぼフラットといえばフラットですね。ホームポイントの右も緩いオフショアというかかすかなオフショアでうねりもほぼ見えずフラットですね。気温は12度ぐらいしかないですね。最近20度近くあったのにやや肌寒い感じがしますね。風は緩めのというかかすかなオフショア、うねりはないことはないという程度、ショアブレイクですね。まあ、ほぼフラットといえばフラットですね。